古代の医療。紀元前5000年頃と思われています。デンマークの丘陵地より出土した遺跡の中に古代人の頭蓋骨がありました。頭蓋骨の頭頂部になぜそうなったのかは不明ですが、霧のような道具で開けた穴がある。考古学者が推測するにはおそらく何かの病気の治療痕ではないかということです。古代エジプトでは、 紀元前2000年頃には最古の紙パピルスが作られましたそこには病気診断治療法も書かれているようですが魔術的なものが多いといいますしかし一方ではミイラという技術が確立されておりいわば人体を加工していたわけです頭蓋骨内の脳や水分を抜く技術防腐肉体の形を止める技術など 半端でないことは想像がつきます紀元前500年頃の古代ギリシャにイカミ・アスクレピオスが現れますアスクレピオスは死んだ人も生き返らせたという伝説がある事実は確認できませんがアスクレピオスの同伴者であったヘビは有名です WHO やアメリカ医師会のシンボルマークのモチーフにも採用されています伝説によると 杖に巻きついたそのヘビは治療効果のある毒液を柄のついた小皿の中に吐き出したというところでなぜヘビなのかそれはヘビが脱皮する様子が神聖の象徴にふさわしかったからという話もあるしかし生活者にとって備蓄した穀物を食い荒らし病原菌をばらまくネズミを寄せ付けないヘビが維新の友になるのはうなずける また、アスクレピオスは、実際遺大使の一族を指すという見方もされています。現に、あちらこちらに、アスクレピオス神殿の跡があり、そこには祭壇が設けられ、病人が治療のために寝る部屋も用意されました。睡眠中に、夢の中で、治療心が現れると病気が治る。その部屋の名前はクリネー。現在、 診療所を指すクリニックはそのクリネーに由来するそうです。そして紀元前400年頃伊勢・異性ヒポクラテスが登場します。それまで病気は悪魔によって起こされるものであるという理解が一般的でした。ですから神の助けがなければ病気は治らないと信じられていました。ヒポクラテスは病気は 悪い体液によって起こると考えました4体液説。そして自然治癒力を復活させる治療薬を使って病気を治すことができるのだと記録によると健康は人体の次第要素血液粘液黄色及び黒色胆汁の調和と環境と生活の方法に依存している心の中に起こることは何でも 肉体に影響するるものである実際に心と体とは決して相互に無関係なものではない健康というのは精神の健康と肉体の健康とが一つになった状態であるだから毎日の生活を自然の法則によく従うようにし環境と人間との平衡を保つことが大切であると書かれています医療哲学ともいえる 自然、心身とのつながりを重視したものでした。さらに、治療にあたっては、何よりも、まず害を与えてはいけないという信玄、信言も残っています。その後、ヒポクラテスの医師を中心に置きながらも、医学信仰の道を切り開いた人物がいます。クラディウス・ガレノス、130-200、その人です。4体液説という考え方を残しながら、 生理学、解剖学、病理学という観点で人体を見ていたのです。しかし、4体液説で説明するチル説や排出説には間違いも多々ありました。偽り多い仮説ではあったものの、症状や生理的現象を体の構造として捉えるという点では大きな進歩でした。便通を良くする下剤、干腸塗剤。 利尿剤も使っていました。静脈から血液を抜く射血療法、ヒルを使った血液浄化法。病気が治ろうとする時期の発疹は内向させない。海があれば灰海する。体を温めるか豊かさいや温浴の奨励。ガレノスもまた、自然治癒力の信奉者でした。イスラム教圏では、聖書講乱に従い、 1>, 1日に5回メッカに向かって全身で礼拝します。健康の観点からすれば、これは屈伸運動です。ラマダンの月には、日の出から日の入りまでの間、断食を行います。これも健康法の一つです。そして、イスラム教徒はアルコールを禁止されています。簡単に言うと、禁酒ですね。預言者マホメットの教えは、 そのまたイスラム教の信者は清潔でなければなりません。寺院モスクの近くには必ず浴場が建てられています。そこで全身の汚れを落とし髪を洗うこれも公衆衛生にかなっています。